空を見上げてお天気から地球温暖化、省エネを考えよう。お天気キャスターの菅井貴子です。身近なお天気にも地球温暖化の影響が出てきています。そこで皆さんからの質問にお答えします。北海道の夏、なんだか暑くなっていませんか？これってやっぱり地球温暖化が原因ですか？そうですよね、暑いですよね。2021年旭川市で 37.9 度、2019年佐呂間町で 39.5 度、北海道で35度以上の猛暑日になることも珍しくありません。地球温暖化で地球全体の温度が高くなっています。そこに高気圧や熱波といった天気の条件が重なると、びっくりするほど気温が上がることがあります。続いての質問です。今までに経験したことのない大雨と天気予報などで聞きますが、被害が出るような大雨も地球温暖化のせいですか？気温が高くなっているとお話ししましたが、気温が高くなるほど空気中に含むことができる水分が多くなります。空気中の水分は雨雲の元になります。北海道でも昔に比べて1時間に30ミリ以上の激しい雨の降ることが多くなっています。1時間に30ミリの雨というと、バケツをひっくり返したような雨、激しいですね。3つ目の質問は、地球温暖化で北極の氷が溶けているみたいですが、北海道なので冬が気になります。雪が降らなくなったりするんですか？シロクマが困っているというニュースを見ますよね。でも北極の氷が溶けると、北海道には雪がたくさん降って寒さが厳しくなるという研究もあるんです。温暖化なのに寒くなる、ちぐはぐに感じますよね。北極の氷が溶けるとシベリア高気圧の位置がずれる、北海道が冷たい風の通り道になる、北海道の冬が厳しくなったり大雪が降ったり、とても寒くなったりします。地球温暖化はこんな風にお天気に影響するんですね。空を見上げて、お天気から地球温暖化、省エネを考えよう。その2に続きます。